はい、では行きましょう。未来形と助動詞のところですね。ここで勉強するのは助動詞です。で、助動詞もすごい英語にとって大事な文法知識やねんけども、おいおい助動詞ってなんやねんと、そういうところからまずしっかり押さえておきましょう。助動詞っていうのは大事なことはこの3つです。動詞の前について、その動詞に意味を加えて、で、その動詞は原型にしてくださいと。何のこっちゃと。実はさっきやった未来形 will はいましたね。これ助動詞なんです。 he plays tennis、 彼はテニスをする。 he will play tennis、 これ未来形やから、彼はテニスをするでしょうと。明日にでもあいつテストちゃうテニスするやろうなと、そういう文章やねんけど、 will はここにつけたんですね。動詞の前について意味を加えて原型にすると、まさに助動詞なんです。こういう動詞の前について、そんな動詞に意味を付け加えて、で、動詞が原型にするような、こういうやつ助動詞って意味です。ここまで OK ですか。で、そんな助動詞が英語には何個かあるんですけども、その中で特にこの3つは押さえとかなあかんやろと。高校生の英語の勉強する前にこの3つは絶対知っとかなあかんでっていうのができると違いないとかもしれないです。can, must, may です。これも覚えるしかないですね。なんで、まずできるは can。何々に違いない。しなければならないとかも言います。must。かもしれないとか、してもいいっていうのは may があるんですけれども、can, must, may。これしっかりここで覚えていきましょう。実際問題見ていきましょうか。1番、私は早く泳ぐ。これ英語にすると、私は泳ぐ早くなんですね。I swim fast。英語っていうのは絶対に誰々が何するの語順です。だから I first swim にしないでくださいね。主語が来たら動詞です。I swim fast。で、これに英作見ると次の文は私は早く泳ぐことができるなんですね。できるは can なんです。can を入れなあかんなと思う。どこに入れるの？助動詞やから。動詞の前につくんですね。なんで I can swim fast っていう風になります。これで私は早く泳ぐことができるっていう意味になる。 OK ですか。次に今、彼は宿題をする。これちょっと難しいですね。助動詞の前にこの彼は宿題をするをやるのも難しい。 He does his homework となってんねんけど、注意点がいくつかあって、宿題をするは do one's homework やったよね。で、この ones のとこに来るのは、誰々のやから、彼のっていう意味の、his を加える。ここまで OK？ で、この does って何やねんっていうと、これは、三人称単数の s です。一般動詞は、主語が私とあなた以外の一人、三人称の時は、三人称単数の時は s を作る。で、do に s つけると dos じゃなくて does になるよと。これも覚えとかなきゃ知識なんです。だから he does his homework っていう風になります。ここまで OK ですか。で、その次の英作は、彼は宿題をしなければならない。しなければならないは must を使うんですね。助動詞なんで、ここの do の前に、だから he must do his homework。で、助動詞の後は原型やから does じゃなくて元の形の do に戻すと。こういう風になるんですね。で、he must do his homework です。OK でしょうか。次3番、あれらの建物は美しい。あれらの建物は美しいです。やから A は B ですの文章ですね。A は B ですの文章は A is B です。あれらの建物は美しい。あれらの建物は美しいです。なんですね。だから、those buildings は beautiful ですっていう文章になります。だから、those buildings are beautiful なんですって、OK でしょうか。もしかしたら、ここで、those are beautiful buildings にした人もおるかもしれないです。その人は、英語をよく勉強してますね。この表現が出てくるのは、いいことです。those are beautiful buildings。ただ、この問題の欠、この文の欠点は、忠実じゃないんですね。もちろん、ね、アメリカ人さんに通じますけれども、忠実じゃないと。
ごめんなさい、上手はビューティフルビルディングスですね。何が忠実じゃないかっていうと、ゴニョゴニョやから、あれらはビューティフルビルディングス、あれらは美しい建物ですっていう意味になるんですね。でもここの英作は、あれらの建物は美しいなんです。だから忠実に行くなら、ここであれらの建物っていう必要があって、ここで美しいっていう必要があるんですね。だから those buildings are beautiful っていう風な文章にすべきなんです。 OK ですか？ちょっと細かい話でしたね。まあまあでもここで大事なことは、助動詞の勉強、あれらの建物は美しいかもしれない、かもしれない、かもしれないなんで、なるほど、メリカと助動詞やな、助動詞は動詞の前に入れなあかんなと。だからここに入れるんですね、may を。だから those buildings may で、助動詞の他原形やから be になる。may be beautiful っていう風になるんですね。 OK でしょうか。ということで、ここでは助動詞について勉強しました。助動詞っていうのは動詞の前について意味を加えるものです。で、注意点は原形にしようねっていうことです。特に大事なのは、できるわけは違いないとか、しなければならないはマスト、かもしれないとか、してもよいはメイっていう、この3つの助動詞は必ず押さえておきましょう。じゃあどっかで類題見つけて、ノーヒントでできるようにしっかり練習していきましょう。